ヒュートレバー・ローパー・グラントンのデーカー・ダンシャクヒュー・レドワールド・トレバー・ローパーはイギリスの歴史家。専門は近世イギリスとナチス・ドイツ。トレバー・ローパーはイングランドのノーサン・バーランド地方の小村、グラントンに医師の息子として生まれ、チャーターハウス・コート・オックスフォード大学、クライスト・チャーチ・カレッジで西洋古典学と近代史学を学び、 その後同じオックスフォード・マートン・カレッジのフェローとなった。トレバー・ローパーは1934年に古典学の第一次全学共通試験で主席となり、クレーブン、アイルランド及びハートフォード古典学奨学金の小学生となった。彼は最初は古典学の研究者を志したものの、オックスフォードの古典学の親たちの講座が弦楽的すぎると感じて、これに飽き、 歴史学に先行を変え、1936年には、再び主席となった。1940年に出版された、トレバー・ローパーの最初の著作は大主教、ウィリアム・ロードの伝記であり、ロードに対する、イギリス人のステレオタイプな認識を覆そうとする、挑戦的な内容だった。第二次世界大戦中、トレバー・ローパーは、イギリス情報局秘密情報部のラジオセキュリティ部門の、 将校として従軍し、ドイツの諜報機関アップベアから流されるメッセージを傍受する任務に就いた。大学知識人出身の諜報部員の多くと同様、彼の仕事ぶりに対する周囲の期待は低かったが、諜報部員としての才能を開花させて軍から高い評価を得た。1945年11月、トレーバー・ローパーは、ミロクの上官ディック・ホワイトから、 アドルフ・ヒトラーの死の状況を調べ、その上で、ソ連政府によるヒトラーは、西側世界のどこかで生きているというプロパガンダに対する反証を成立させるように命じられた。トレバー・ローパーはメージャー、アウトンという偽名を使い、相当地下号の中でヒトラーと最後に会った人々に対する聞き取り調査を行った。彼らは、最後の時になって、地下号から逃れてきた人々であり、その中には、 ベルント・フライターク・フォン・ローリング・ホーフェンもいた。1947年、この調査の成果として、トレーバー・ローパーは、相当、ヒトラーの最後の10日間を追った、ヒトラー最後の日を出版した。これは、トレーバー・ローパーの著書の中で最も有名な作品である。トレーバー・ローパーは、ヒトラー最後の日が、 ヒトラーのカリスマぶりを強調しすぎていると受け止めたレヒから殺すと脅されたがユダヤ組織の報復を恐れて及び腰になっていたドイツ人の著作家たちはトレバー・ローパーの著作の挑戦的な内容に勇気づけられた。トレバー・ローパーはアドルフ・ヒトラーがある主の政治目標を持っていたのかどうかに関しての A.J.P. テイラーやアラン・ブロックの主張に批判の矛先を向けた。 1950年代ヒトラーを山師として描いたブロックに対してヒトラーを政治的イデオローグだと考えていたトレーバー・ローパーは残酷なまでに強烈な批判を浴びせた。テイラーが1961年に自身の著作においてブロックと似たようなヒトラー像を描き出すと今度はトレーバー・ローパーとテイラーの間で似たような論戦の応酬が行われた。アドルフ・ヒトラーが ヨーロッパ大陸のみを征服しようとしていたとする大陸制覇論と世界全体を支配下に置こうとしたとする世界制覇論との争いにおいてトレーバー・ローパーは大陸制覇論の中心人物だった彼は世界制覇論は数十年の広いスパンにおけるヒトラーの発言を切り張りして作り上げられたものでヒトラー評価に関する固定的なイデオロギーになろうとしつつあると主張した トレバー・ローパーはヒトラーはヨーロッパを影響下に置こうとしていたとする大陸性ハロンのみが客観的であると考えていた。トレバー・ローパーは1973年第一次世界大戦を起こした責任の大部分はドイツにあるとしたジョン・ C ・ー・ジーレールの著書に序文を寄せることでレールの主張にお墨付きを与えた。トレバー・ローパーはその序文の中で1914年の 戦争の勃発は当時の派遣国すべての責任であるという理論に納得している歴史家がイギリスにはあまりに多すぎると書いている。彼はこうした理論が蔓延するようになったのはドイツ政府が自国に都合のいい資料ばかりを選択的に公開する政策をとっているためであり、さらに ドイツ人の歴史家たちの大半が自己検閲という形で政府のこの政策を手助けしていると続ける。最後にトレバー・ローパーは以前は秘密文書であったドイツの戦争責任を示す二つの文書をレールが発見・公表したことを称賛している。67歳になった1980年、トレバー・ローパーはケンブリッジ大学、 ピーター・ハウス・カレッジの学寮長に選出された。彼の選出はイギリスの歴史学会にとっては全くのサプライズ人事であった。トレバー・ローパーを担いだのはピーター・ハウス・カレッジの歴史学者たちの指導者で保守派のモーリースカウリングであった。こうした選出経緯にもかかわらず、トレバー・ローパーとピーター・ハウス・カレッジの保守的な研究員たちとの関係はうまくいかなかった。 1983年、トレバー・ローパーの輝かしいキャリアは、タイムズ氏の協力者として、いわゆる、ヒトラーの日記を本物と認めたことで、失墜することになった。ヒトラーの日記の心眼に関する他のヒトラー研究の専門家たちの意見は分裂していた。例えば、デイビッド・アービングは当初はこの日記を偽書だとして非難したが、その後に意見を変えて本物だと主張した。 その他の二人の専門家、エイバー・ハルト・イエッケルト・ガンハード・ワインバーグも、日記に、本物とのお墨付きを与えていた。しかし、トレバー・ローパーの承認から2週間と経たない、うちに、法科学者のジュリアス・グラントが、日記が明白に偽物だということを証明した。この事件で、トレバー・ローパーが地獄を被むると、ピーター・ハウス・カレッジの敵対者たちや、その他の人々は、公然と彼を嘲笑した。 トレバー・ローパーが、真偽不明の日記を早々に本物だと認めてしまった、ことで、世論は、彼の歴史家としての洞察力のみならず、その精錬潔白ささえも疑うようになった。その理由は、トレバー・ローパーが書評を寄稿し、また彼に独立制作顧問の地位を与えていた、サンデー・タイムズ紙が、大金を積んでこの日記を連載する権利を得ていた、ことである。 トレバー・ローパーは、日記の承認はいかなる不純な動機からでもないと訴え、日記の発見者からの入手経緯についての説明から、ある程度の確証を得たのだが、この確証は間違っていたのだと述べた。風刺雑誌、プライベート・アイシ・シは、トレバー・ローパーに、ヒューベリー・ローッピーというあだ名をつけた。この事件は、トレバー・ローパーの研究者としてのキャリアを大きく、傷つけたが、彼はそれでも、 研究と執筆活動を続け、その著作は高い評価を受け続けた。1991年、イギリスではこの事件をもとにしたテレビドラマセーリング・ヒトラーが制作され、アラン・ベネットがトレバー・ローパーを演じた。同番組で日記の発見者を装ったドイツ人記者ゲルト・ハイデマンを演じたのはジョナサン・プライス。日記を偽造したイラストレーター、コンラート・クーヤーを演じたのは アレクセイ・セールだった。トレバー・ローパーの近世ヨーロッパ史研究における主要なテーマは近代的精神の形成、宗教論争とプロテスタント及びカトリック諸国の間に生まれた深い亀裂以上の二つであった。彼はこれらの研究をもとに以下のような持論を展開した。ヨーロッパの宗教的な分立が経済的、政治的、構造的に啓蒙理性の形成を加速させた。 同時期に起きたヨーロッパの海外膨張は、そうしたプロセスの中で、副次的に起こってきたものに過ぎない。トレーバー・ローパーの視点では、近世ヨーロッパの重要なテーマの一つは、ヨーロッパの膨張である。この膨張とは、トレーバー・ローパーにとっては、植民地の形成による海外膨張を意味するのみならず、ナショナリズム、宗教改革、啓蒙主義の輸出という形での精神。 思想上の膨張でもあった。またトレバー・ローパーの主張では16.17世紀に多発した魔女狩りは成長しつつあった宗派間多元主義に対する反動であり、元はデジテリウス・エラスムスなどの思想家の持つ理性的な世界観と宗教改革の生んだ霊的な価値観の対立をその起源とする。トレバー・ローパーは歴史学は科学ではなく、 芸術として理解されるべきだと述べ、歴史家にとって成功する上での重要な資質は、想像力だと断言していた。彼にとって歴史は全て連続しており、これまでの過去は、持続的な進歩でも衰退でもなく、偶然及び問題に直面した時に、特定の個人が行った、特定の選択によって紡がれてきたものに過ぎなかった。トレバー・ローパーは歴史において、 社会的動向の持ったインパクトについてはしばしば認めていたが、彼の考えでは、社会的動向は統治者のような個々人の意向で変化するものだった。しかしこのような考え方を持ちながら、トレバー・ローパーの近世ヨーロッパ史研究は、政治史編長というわけでは、決してなく、むしろその時代の政治的、精神的、社会的、宗教的な書道校の間の相互作用について、 探求するというものだった。トレバー・ローパーが自分の考えを表明する媒体として好んだのは本ではなく評論だった。彼の社会史に関する評論は1950年代から1960年代にかけて彼自身がその研究手法を採用すると表明したことのないアナール学派、特にフェルナン・ブローデルの影響を受けるようになった。トレバー・ローパーは アナール学派の研究を英語圏に紹介する上で大きな役割を果たした。トレバー・ローパーンによれば、イングランド内戦の原因として、ピューリタンとアルミニアンとの対立が大きな位置を占めることは間違いないものの、しかし原因は他にもある。彼に言わせれば、両者の争いは予定説か自由意志か、また精霊点か説教のどちらが重要かなど、 いずれもイングランド国教会のあり方をめぐる問題に過ぎない。ピューリタンは、教会機構の地方文献化及び、各教会の平等化、そして、平身とに対して開かれた教会を目指したのに対し、アルミニアンは主教トップとする堅固な職会制に、基づく秩序ある教会を目指し、また、王権神授説と個人の意思による救済を強調した。イギリス近世史家として、 トレーバー・ローパーは、オックスフォードの同僚であるローレンス・ストーンや、クリストファー・ヒルのような、イングランド内戦を指摘唯物論の立場から、説明する歴史学者たちを猛烈に攻撃したことで、最もよく知られている。トレーバー・ローパーは、いわゆる、ジェントリ論層で、中心的な役割を果たし、イングランドのジェントリ階層は、イングランド内戦が起きる前の世紀までに、 経済的に没効したのか没落していたのか、そしてそれが内戦の発端となったのかをめぐり、キリスト教社会主義者の R.H. トーニーヤストーンとの論戦を展開した。トレバー・ローパーは、官職保有者や法律家となっている大ジェントリが経済的に栄え、逆に中小ジェントリは没落して不満を蓄積していたことが1642年の内戦の発端となったと主張した。 ストーンやトーニー、ヒルは、ジェントリ階層が、経済的に成長して、このことが、イングランド内戦の原因になったと主張していた。第3のグループ、J.H. ヘクスターや、ジェフリー・エルトーンは、ジェントリが没降したにせよ、没落したにせよ、それが、内戦の原因にはならなかったと主張した。1948年、トレーバー・ローパーは、トーニーの学説を支持したストーンの研究論文を、 肉肉しげな調子の小論文で激しく攻撃し、ストーンはチューダー朝時代の貴族が抱えていた借金問題を誇張しすぎていると断じている。そしてトレバー・ローパーは、トーニーのジェントリーの没効と貴族の没落に関する論説を断劾し、トーニーが資料の恣意的な選択と統計に対する誤った解釈を行ったことは罪深いと断じた。 トレバー・ローパーの提唱した有名な学説に17世紀の全般的危機論がある。トレバー・ローパーは17世紀中央の西ヨーロッパには人工的、社会的、宗教的、経済的、そして政治的な諸問題が一度にのしかかり、政治、経済、社会の深刻な衰退が見られたと主張した。この全般的危機とはイングランド内戦、フランスのフロンド内戦、 ネーデルラント、ポルトガル、ナポリ、カタルーニャ諸国のスペイン帝国に対する諸反乱、そして混乱の頂点であるドイツの30年戦争などからなり、トレバー・ローパーはこれらは全て共通の問題から生じたものであったとする。トレバー・ローパー案によれば、この全般的危機の最大の原因は、宮廷と地方の対立であった。すなわち、中央集権化。 官僚成果を進展させる主権国家の君主に代表される宮廷と封建的伝統、地域、領地を基盤とする貴族、ジェントリラ、地方諸勢力の間に根深い対立があり、それが17世紀ヨーロッパに混迷の時代をもたらしたとトレバーローパーは考えたのである。加えて宗教改革とルネサンスがもたらした精神的、宗教的変化も、 全般的危機の重要な副次的原因だとする。全般的危機論は、17世紀ヨーロッパの諸問題は、トレバー・ローパーが考えるよりもっと深く社会的、経済的な部分に根ざしていると考える、エリック・ホブズ・ボームのようなマルクス主義の歴史家との間に大きな論争を巻き起こした。オランダ人歴史家イボ、シェーファー、デンマーク人歴史家、ニールス・ステンスガールド、 ソ連人歴史家エディール・ブリャンスカヤといった第三のグループは、そもそも全般的危機などは存在しなかったと主張した。トレバー・ローパーの全般的危機論には、ロラン・ムニエ、ジョン・エリオット、ローレンス・ストーン、E.K. クロスマン、エリック・ホブズ・ボーム、J.H. ヘクスターといった17世紀ヨーロッパ史の専門家の間で賛否両論があり、彼らの間で大きな議論を巻き起こした。 時が経つにつれ、論争は白熱したものになっていった。イタリアのマルクス主義歴史家、ロサリオ・ビラーリは、トレバー・ローパー・トムニエの研究に対して、以下のように述べた、官僚性の発展と国家確率への欲求の間の不均衡という仮説は、あまりに曖昧で信用するに足らず、うぬぼれの強い習字に頼ったもので、有用な分析というよりは、政治的保守主義の産物である。 そしてビラーリは続けてトレバー・ローパーがビラーリの言うところのイングランド革命の重要性を貶めていることを非難しトレバー・ローパーの言う全般的危機は関連的な意味でのヨーロッパ全体の革命運動の一部であると主張するトレバー・ローパーを非難したもう一人のマルクス主義シアはソ連の AD ・レブリャンスカヤで彼女は 宮廷と地方の対立という概念を虚構であるとして攻撃し、その上で全般的危機など存在しなかったと断じた。ルブランスカヤはトレーバー・ローパーが全般的危機と呼んだものは単なる資本主義の勃興期に現れた、通常の歴史的作用に過ぎないと切り捨てた。1950年6月、トレーバー・ローパーはシドニー・フック、ベルビン・ジェイラスキー、 イニャツヨシローネ、アーサー・ケストラー、レーモン・アロン、フランツ・ボルケ・ナウラ反共主義の知識人たちがベルリンに集まって開いた会議に出席し、この会議は文化自由会議の創設と文芸雑誌、エンカウンターの創刊を宣言した。1950年代から1960年代に、かけ、トレバー・ローパーはエンカウンター誌に頻繁に寄稿していた。 トレバー・ローパーの歴史哲学に関する攻撃は、アーノルド・ジェイト・インブリーや、E.H. カーといった専門分野をことにする歴史家にまで及んだ。トレバー・ローパーはまた1950年代から1960年代に、かけ、小説家で、カトリック回収者のイーブリン・ウォートの間でも、カトリック教会の評価に関して論争をしている。トレバー・ローパーの最も成功した著作の一つは、 西欧において中国学の世界的権威と言われてきた中国学者サー・エドマンド・バックハウスの伝記、北京の忍者である。この伝記でトレーバー・ローパーはバックハウスの生涯の物語を白日のもとにさらし、バックハウスの研究者としての学識は実質的に見かけ倒しの偽物であったことを暴露した。この本の出版によって、 バックハウスを転居とする記述は信用に値しないものになり、バックハウスの著作を数多く引用し続けてきた、西洋世界の中国史に関する記述は書き直しを余儀なくされた。1960年、トレーバー・ローパーは、オックスフォード大学学長選で古くからの友人で、当時イギリス首相を務めていたハロルド・マクミランを支援し、マクミランは学長選挙に勝利した。 1964年には、友人の現代史講座教授サーキース・フェイリングの80歳の誕生日に発行された記念論文集の編集責任者を務めている。1970年、トレバー・ローパーは1960年代後半に激化した学生反乱と大学紛争を風刺するザ・レターズ・オブ・メルクリウスを匿名で表したと信じられている。 トレバー・ローパーの影響力の大きさは、彼の記念論集、ヒストリーザ・イマジネーションへの寄稿者の中に、著名な研究者が何人も名を連ねていることからもよく、わかる。寄稿者は、ジェフリー・エルトン、ジョン・クライブ、アルナルド・モミリアーノ・フランセス、イエツ、ジェレミー・カット、ロバート・エース・ローペス、マイケル・ハワード、デイビッド・エス・カッツ、ディミトリー・オボレンスキー・ジョン・エリオット、リチャード・コブ、 ウォルター・ペーゲル、ヒュー・ロイド・ジョーンズ、バレリー・ピール、そしてフェルナン・ブローデルである。トレバー・ローパーの記念論集の寄稿者は、アメリカ人、イギリス人、フランス人、ロシア人、イタリア人、イスラエル人、カナダ人、ドイツ人と、国際色豊かである。1954年10月9日、トレバー・ローパーは、陸軍元水平偶伯爵の長女、 アレグザンドラ・ハワード・ジョンストンと結婚した。アレグザンドラはエドワード7世王の妻アレグザンドラ、王妃の名付け子で、海軍少将,将、クラレンス・ハワード・ジョンストンと結婚して3人の子供をうけた後離婚し、トレバー・ローパーと再婚したのだった。またトレバー・ローパーの弟、パトリック・トレバー・ローパーは、巧妙な眼界であると同時に、イギリスにおける、ゲイの権利活動家の草分けであった。 トレバー・ローパーは1979年に一大貴族に女せられ、出身地にちなむデイカー・オブ・グラントン男爵位を授けられた。トレバー・ローパーの受爵は、マーガレット・サッチャー内閣における最初の一大貴族の創設であった。トレバー・ローパーは、オックスフォードにあるホスピスで、食道癌のために89歳で亡くなった。ありがとうございます。